どうもこんにちは、本田です。それでは先ほどの動画の演習問題を解いてもらいます。 x が3以上5以下の範囲で y イコール x マイナス2分の 4x マイナス11の地域、つまり y の範囲を求めてください。一旦一時停止ボタンを押してもらってこの問題にチャレンジしてください。3秒後に解説を始めます。お願いします。はいですか。そしたら一緒に確認しよう。この問題はこの分数関数のグラフを書いて考えよう。ただこのままだと分子に x がいて、どの反比例のグラフを平行移動したものになるのかわからないから、 y イコール x マイナス p 分の k プラス q、 この形に持ち込もう。例えば仮分数3分の7を対分数にするときは、7の中に3が2個あって1余るから2と3分の1ってするよね。これと同じイメージで 4x-11 の中に x-2 は何個あるのか、つまり割り算して作ったセットを外に出す、余りを分子に残す、これで基本形に持ち込める。では y イコール x-2 分のマイナス3プラス4のグラフを書いてみよう。この関数のグラフは y イコール x 分のマイナス3という反比例のグラフを x 軸方向にプラス2、 y 軸方向にプラス4、平行移動したグラフになるから、全近線は x イコール2、 y イコール4、2コンマ4に関して対称な双曲線になる。今回定義域は3以上5以下だから、グラフはこの部分を見ればいい。さてこの関数は x イコール3の時最小値1、 x イコール5の時最大値3を取るから、地域は1以上3以下、これ答え。分数関数の地域を求める問題は、分数関数を仮分数を対分数にする要領で基本形に直して図を書いて求めよう。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。